どうもキラです。よろしくお願いします。仕事が休みで特にすることがなかったのでキーボード要塞を作ってみました。鍵盤弾きからするとこういう要塞って夢なんですよね。この鍵盤に囲まれてる感じ最高です。小室哲哉さんなんかはすごい要塞組んでますからね。小室さんみたいなプロのミュージシャンだとライブの時にはローディーさんという機材運びをやってくれる方がいらっしゃるんですけども、僕みたいなアマチュアだと自分でえんやこらえんやこらと運ばないといけないんですよ。なので実際ライブがあったとしてもこういう要塞を作るのってほぼ無理なんですよね。ライブではいろいろ時間がかけられちゃいますからね。ただお家であれば時間に余裕はありますから今回作ってみました。でただ作っておしまいというのもなんか悲しいのでどんな要塞なのかを紹介していこうと思います。鍵盤は全部で5個あります。僕の持っている鍵盤をフル動員しました。完全に自己満足ですが、よければお付き合いください。ではまずこちらです。ちょっと見にくいかもしれないんですけども、フェンダーローズマーク1です。僕の部屋にある鍵盤の中で一番高いです。25万ぐらいだった気がします。会社の財形貯金を切り崩して買いました。1974年製のもので、いわゆるヴィンテージ楽器です。僕はこのローズピアノが超大好きなんです。ローズピアノを使っていろんな曲をカバーしている動画もありますので、よければご覧ください。普通のピアノと違って単体では大きい音が出せません。こういうアンプを使って音を増幅させる必要があります。ここでいきなりですがイントロクイズです。このイントロクイズ他の鍵盤の時にもやっていきますので、分かった方はぜひコメントください。はい、続きましてこちらです。鍵盤ハーモニカです。小さいやつですけども、要塞を組むんであれば入れておきたい可愛いやつです。ヤマハの P37D というやつです。確かスティーリーダンのドナルド・フェーゲンがこれと同じのを使ってるんですよね。これなかなか渋い色してますよね。エンジ色なんです。確か7000円ぐらいしましたね。鍵盤ハーモニカって結構いい値段するんですよね。鍵盤ハーモニカ弾くの結構難しいですよね。ただ鍵盤を弾くだけじゃなくて息の送り方で音も変わってきますからね。小学生の頃はそんなこと考えずにピープ吹いてましたね。では鍵盤ハーモニカでイントロクイズです。はい、わかりましたかね。てか鍵盤ハーモニカが使われているイントロって僕これしか知らないですけどね。はい、続きましてこちらです。ハモンドの XK2 です。このドローバーと呼ばれる棒を押し引きして音作りをします。本当にいろんな音が作れて幅が広すぎるので逆に困ったりします。これは高校生の頃にヤフオクで買いました。7万ぐらいだった気がしますね。我ながらいい買い物をしました。最近ちょっとスイッチの反応が悪くなってきたんですけど、まだまだ問題なく使っていきます。レコーディングなんかでもよーく使えます。それではイントロクイズです。わかりましたかね。続きましてこの上のやつです。ヤマハのシンセサイザー MO6 です。これは僕が初めて買った鍵盤でして、当時中3でしたね。バンドやるぞーってなりまして、親と折半して買いました。確か10万ぐらいだった気がしますね。当時は最新機種だったんですけども、もう今となっては化石みたいなシンセサイザーです。高校の頃なんかはこれしか持ってなかったので、これを担いで自転車に乗ってました。この次に紹介するやつを買ってからはほぼ出番がなくなってしまいました。最近だとアコーディオンの音を出すのに使ったぐらいかなという感じです。生のアコーディオンは弾くのも大変だし、用意するのも大変なんでね。ということでアコーディオンの音でイントロクイズです。わかりましたかね。ということで次で最後です。この奥にありますコルグの SV-1 というステージピアノです。これが僕のメインキーボードという感じです。大学1年生の時に買ってからずっと使ってます。当時15万円ぐらいだった気がしますね。今はこれの進化バージョンの SV-2 っていうのも出てるらしいです。ステージピアノというだけあって鍵盤の重さがすごくリアルで重たいです。ちょっと遠くて見えないと思うんですけど、ここに真空管っていうのが入ってるんです。これがですね、すごく音をあったかくしてくれてるんですよ。主にピアノ系の音色を弾くときに使います。普通のピアノ、ウーリッツァ、クラビネットなどですね。ということで今の3つでイントロクイズ3連発です。
ましたかね。分かった方はぜひコメントお願いします。最初に紹介しましたローズピアノの音も出すことはできるんですけども、まあ、やっぱり本物には負けるかなという感じです。ただこのローズピアノはめちゃくちゃ重たいのでライブだとこちらで代用します。はい、という感じで僕の要塞を紹介してみました。かなり自己満足企画ですいません。こんなにあってもまだまだ欲しい鍵盤はいっぱいありますね。ただもう置くところがないんですよね。鍵盤を買う前にまずは家を建てないといけないですね。どんな鍵盤よりも高い買い物ですね。それではご視聴ありがとうございました。メリー